度もまあそこまで自分の中では変わらなかったので、まあ、汗の出る量が変わるので水分補給であったりというのはちょっと気にしなきゃいけないと思いますけど大丈夫だと思います。大会を通じてこう勢いが あるチームだなというふうに感じるので、まあ、去年のチームとは違うものと考えて、ただまあ冷静に、自分たちのサッカーができれば問題ないかなと思います。でまあ、オランダと変わらずに前線にスピードのある選手が多いので、なおかつ、動きながらボールを受けれる選手がオーストラリアが多いので、そこをきちんとみんなで準備して誰かが1対1になるのではなくてチームとしてきちんと守備をして、攻撃につなげたいなと思っています。いい感じでチームを全体的にこう盛り上がってきているのですごくポジティブな気持ちであります。思ったよりも暑いですし日差しも強いので、まあそれは変えられないことなので、まあ、水分を確保するだとか、まあ、一体を冷やすとかそういうメディカル的なところっていうのも選手の意識を高めてやっていかなきゃいけないなと、まあ、特別なことはもう今までもこれからもしないので新たに今までやってきたことを継続してやっていくっていうことを、スキルかなと思います。まず強豪国と肩を並べて予選リーグを通過してきて、まあ、この間ブラジルに勝って本当に勢いついてると思いますし多分自分たちにも自信を持ってるだろう相手なので、立ち上がりのところまず、相手の波に飲まれないように、しっかり入りたいなと思ってますし、でもきっとボールを動かせる時間っていうのもあるので、日本のいい攻撃がたくさん見られればいいかなと思います。オランダはちょっとブロックを後ろに引いてくれた分自分たちが簡単に前まで運べたっていうのはあったんで、この間のオランダほど前まで行くには簡単なことではなさそうなので、うまくプレッシャーをかいくぐったりとか空いてるスペースを使ったりとか、まあ、いろんな判断が問われると思います。やっぱり11番のデマンド選手のスピードだったり、シュートのうまさっていうのはあるので、フォーバックでまず攻めている時にどこに残ってるのかとか、まあ、位置の把握っていうのはしっかりしたいなと思います。